この動画では、エンタープライズプラスエディションに含まれるセキュリティセンターの調査ツールについて紹介します。調査ツールでは、セキュリティやプライバシーの問題がないか、個別のメールやファイルのアクセス権限など、Google ワークスペースの奥深くまで細かく調査を行うことができ、管理者が強力な権限ですぐに問題を解決することができます。調査ツールでは、様々なデータソースを対象に詳細な検索が可能です。セキュリティとプライバシーに関する問題を特定し、優先順位をつけて対処することができます。一度実施した調査内容は保存することができます。検索条件を保持することで、継続的な調査をスムーズに行うことができます。調査ツールでは、Gmail、ドライブ、端末のログなど、複数のデータソースを対象に、組織のデータを検索します。データソースや条件を絞り込み、調査結果から一括で対処することができます。管理者は、調査ツール内のデータソースに、それぞれ条件を指定することができます。これにより、検索結果ごとに、様々な対応が可能です。例えば、ユーザーの受信トレイ内にある悪意のあるメールを特定して削除したり、外部と共有されているドライブファイルを調べて共有設定を変更したり、端末が不正に使用されている場合は、アカウントの停止や端末のデータ消去を実行できます。では、調査ツールを使った検索と一括対応の手順を見ていきましょう。ドライブのログから一般公開されているファイルを検索し、共有権限を一括で変更してみます。ドライブのログでは、ファイルのタイトルや共有設定などをイベント条件に、組織部門やユーザー、日付などを条件に、詳細に検索できます。検索結果から、該当のファイルを選択し、リンクの共有を変更します。調査内容を保存しておけば、次回、調査する際に、素早くアクセスすることができます。さらに、調査ツールからは、カスタムチャートを作成できます。調査ツールで検索条件を絞り、カスタムチャートを作成します。セキュリティダッシュボードで確認すると、先ほど作成したカスタムチャートを確認することができました。調査ツールを利用することで、組織の包括的なセキュリティ調査と対処をスムーズに実施できます。